はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。だんだん噛まないで言えるようになりました。ありがとうございます。はい、今日はですね、オートルッククエリ、久しぶりにアクセスのことをちょっとやっていきたいなと思います。そしてですね、ちょっと皆さんにお詫びしなきゃならないことがございまして、以前社員名簿が、オートルックアップクエリ、なんか手記の説明をしたときに、オートルックアップクエリ の私ファイルを上げていないので、どうぞ持ってってくださいというふうにしたんですけど、ちょっと自分で見たら、あそこ全くオートルックアップクエリじゃなかったので、オートルックアップクエリがあると思って信じてダウンロードされた、38名ぐらいの方、本当に誠に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。で、私の方で新しいオートルックアップクエリを作って、サンプルファイルを上げて、おきましたので、今度は正真正銘のものになりますので、本当に、使ってみてください。高速の参照オートルックアップクエリ、どれだけ便利かということが分かるかというふうに思います。で、今日はオートルックアップクエリなんですけど、太郎介さんという方からですね、質問いただきまして、でちょっとね、オートルックアップクエリって便利なんですけど、そのキーとなる言葉を間違えた場合に、オートロックアップクエリの方で探すことができませんというふうに言われて困ってますということだったんですね。はい。で、なんとかならないですかというふうに質問をいただきました。ごめんなさい、パソコンの中で、動画の中でも解説してるんですけど、ご希望の回答はちょっとできないですが、これから私の方で代替案をご提案させていただきたいと思いますので、どうぞお付き合いのほどをください。はい、それでは行きたいというふうに思います。太郎介さんのハートにアクセスしたい。早速やっていきたいというふうに思います。はい、今回の質問の内容なんですが、動画を見ていただければと思うんですけど、連動コンボボックスと DLOOKUP の連携というのを、一度私が回答した方、太郎介さんからもう一度質問が来ました。で、オートルックアップクエリのことで質問が来ています。で、文中にね、先生とかって書いてますけど、先生はやめてください。私そんな人格者ではないですし、それからあとですね、ホームページの方でも井川様とかっていうふうに質問いただいたんですが、井川さんで結構です。私は別に先生ではないので、はい、ストリートインストラクター井川直介なんですね。で、なんで本当はストリートティーチャーってしようかなっていうふうに思ったんですけど、ある、ちょっとね、美容関係の方から話を聞きまして、その人がね、こう言ってたんですね。普通美容の世界っていうのは、店を経営してる人を普通はこう先生って呼ぶらしいんですね。先生と。で、それを聞くと、やっぱりお客さんもこう先生と呼ぶらしいです。でも、その人のね、僕にこうおっしゃった方の師匠が、先生と呼ばれるような、美容師にはなるなと。先生というものに関しては人格が伴わなければダメだと。ね、呼ばれるんだったらママと呼ばれなさいというふうに。で、そういった時に考えた時にね、スナックの例えばママさんとかっていうのを、なんでママっていうのかっていうと、なんか自分でちょっと、47にして分かったような気がしましたので、私はあくまでも下手の横好きのストリートインストラクターですね。皆さんの少しでもお役に立てればと思って動画を上げているので、普通に、接してください。はい、皆さんと仲良くなれれば幸いでございます。で、オートラックアップクエリの作り方、一番初めに私に上げた動画でですね、ガンダムとかビームライフルとか、この動画を見て、要は、質問の内容はこういうことだと思います。ちょっと、また違うものなんですけど、今ここに、1234って入れると、井川直介というふうに出てきますが、ここに例えば2222と入れてやってレコード打とうとすると、こういうエラーが出て困ってるんですよっていうことだと思うんですね。はい。で、この時に、参照できるような、テーブルが、フォームが上がってくれば業務効率がもっともっと早くいきますという内容だと思います。はい。結論から申し上げます。これは私のスキルでは無理です。申し訳ありません。本当に申し訳ないです。なんでダメかっていうと、多分ですね、これがオートルックアップクエリを構成しているスケール分っていうものになるんですけど、ここに何かを書き足せばできるような気がするんですけど、書き足し方が全くわからないです。またこれね、
初めてこの動画をご覧になった方っていうのは、ちょっと、思いつかないかもしれませんが、こういうエクセルチックな、ページでも、これはアクセスはこのスケール文っていう、この、文を組み立てて作っていってるんですね。これがまたエクセルとアクセスのすごい違うところで、エクセルっていうのは、ね、関数と VBA しかないですけど、アクセスの場合は関数もあります、VBA もあります、さらにこのクエリっていう、このね、スケール文っていう文字を抽出する技も持ってるっていうところがまたすごいところなんですね。なのでデータベースを扱うのが絶対に、アクセスなんですけどね、ちょっとできないです、申し訳ないです。で、ごめんなさい、逆転の発想でエラーが出て困ってるっていうんであれば、要はエラーを出なくすればいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。ので、はい、ここを例えばコンボボックスに変えてみたらどうでしょう。これだとミスは起きないです。選ぶのが、例えば100も200も300もあるとかっていうんだったら、ちょっとこの方法は適してないのかもしれないですけど、一改善案として、提案させていただきたいというふうに思います。で、これコンボボックスの作り方っていうのは、マイナンバー、ここ選択して右クリックしてプロパティってします。そうすると、ここちょっと違うところでいきましょうか。はい、標準とルックアップっていうふうになってます、普通は。で、このルックアップっていうのを、ここコンボボックスって変えると、こういうふうになるんですね。コンボボックスを選んで、テーブルなのか、値リストなのか、フィールドリストなのか、これテーブルから引っ張ってきます。なんでテーブルから引っ張ってくるかっていうと、住民台帳が大元のものになってるので、住民台、えーと、違う、マイナンバー台帳だ。マイナンバー台帳が、このテーブルが大元のテーブルになってるので、ここのマイナンバーを引っ張ってきます。連結列は2つで、列数も2で、見出しをハイにします。見出しが「はい」っていうふうにすると、選択したときに、マイナンバーというふうに見出しが出てくるんですね。で、列幅を0の2と、これなんで列幅を0の2というふうにしないかというと、Excel みたいに融通きかないんですね、不器用な高倉健さんなので。ここ2ってやると、ここもここも見えちゃうんですよ。ここもここも見えちゃうので、ここもここも見えてしまわないように、一番最初の列を0センチとして、2、というふうにしてます。で、2列目だけを表示するような形にしています。はい。で、これじゃない。オートラックプレイですね。で、ここでこういうふうに選んでいったらどうでしょうか。これだとミスもないと思います。根本的な解決にはなっていないかもしれないですけど、一例として、やってみてください。で、またね、仮に、これこれも、オートルックアップクリを使った検索フォームなんですけど、こう出てくるんですけど、ここも例えば打ち間違いだとか入力ミスがあるっていうんであれば、例えばリストボックスにするとか、コンボボックスにするとかっていうような方法もあるかなというふうに思います。はい、せっかく質問いただいたんですが、根本な解決にはなっていないと思うんですけど、ちょっとこれで、試してみてください。また何か不都合なことがあればですね、私も一生懸命考えたいと思いますので、またお気軽に質問いただければというふうに思います。はい、では、パソコンの画面はここで切り替えたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで、代替案を出したんですけれども、解決になってなければ、また質問をいただければというふうに思います。はい、最近ですね、ベタな言い回しかもしれませんけれども、寒い冬ですが、皆様から少しずつ温かいコメントをお渡しいただきまして、本当に頑張っていこうかなっていうふうに思っております。私のスキルがオーバーしてネタがなくなった時、どうか皆さん何かお力を貸していただいて、質問ネタとかが、あればですね、本当に、受け付けたいなというふうに思っております。ちょっと、ですね、私、最近ですね、会社で、
皆さんもちょっと悩みがあると思うんですけど、周知って出した時に、周知読んでるやつと読んでないやつっているじゃないですか。ね、周知読んでるやつと読んでいないやつがいるんですよね。で、うちのね、社内掲示板っていうのは、まあ、便利なことは便利なんですけど、検索機能がどうもついていないのがありまして、で、自分でこんなことがあったらいいんじゃないかなっていうのは、最強の検索フォームっていうところでやったんですけど、やっぱり皆さん多分ね、アクセスを勉強して、一番初めに何がやりたいって、多分検索フォームじゃないかなっていうふうに思うんですよね。検索フォーム、ありとあらゆるところからこうやってボーンとデータを持ってくる。例えばデータベースから逃れることはできないというのであれば、そのデータをきちんと抽出する何かを用意しなければならないと思います。それが検索フォームなんですね。で、この検索フォーム自分で作ったのもなんなんですけど、すごいなんか俺、いいもの作ったなっていうふうに思うのは、テーブルもあり、クエリもあり、で、フォームもあり、レポートもありっていうことなんで、これが多分できれば、アクセスっていうものは一応一通りこうバーッとこう見えるんじゃないかなっていうふうに思いますので、なんかね、週決めで、エクセルとかのものもやっていくとは思うんですけど、毎週か何曜日とかはこの最強の検索フォームの作り方というのを一からやっていきたいというふうにちょっと思ってます。テーブルのね、説明からちょっと長くなっちゃいますけどね。はい、長くっていうかシリーズものになっちゃいますけど、皆さんと一緒に、勉強できればなというふうに思ってます。私も皆さんこういう動画をやって、自分でこういう場合はどうするんだろうじゃなくて、多分これを紹介した時に皆さんからこういう質問が来るんじゃないかなっていうことを想定するようになって、多分私のスキルも、上がってると思います。はい、ね、先生ではないです。皆さんと同じ時間帯でお互いを高めていくこと、それが私は育成であり教育だと思っているので、皆さんと楽しく仲良く頑張っていきたいというふうに思っております。私の動画、ね、この考え方に本当に共感できる方、ぜひともチャンネル登録 ね、いいねボタン押してみてください。はい、でね、また近いうちに動画を上げたいというふうに思いますので、一緒に頑張っていきましょう。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。